藤浪、私は浩司です。まずはセリーグ、森選手が抹消。続いてパリーグ、佐々木選手登録となりました。ロッテ中継ぎどんどん消えていくけど大丈夫なの？岸は感染症特例か。早く回復すると良いね。お大事に。活躍してる人に限って離脱する。陽川は頑張って。阪神戦に向けて陽川が上がってきたんすけど。岸くん、感染症特例か。甲子園でプレーする姿を見たかった。岸抹消かよと思ったら感染症特例。やっぱ流行ってんだ。竹内とは無関係のはず。ガチでローテどうする気なんやろ。どうでもいい、よくないけど。小崎選手の名前がジャニオタ的に見逃せない。陽川が甲子園に帰ってきた。ちゃんと起用してあげてね。山の中継ぎってこと？もう来週奥川ほぼ一軍登板確定したかもな。マツケンは仕方ないかな。山の楽しみにしてるから頑張ってほしい。ノイジーと井上が上がる説は一体何だったんだ。リアス選手と堀岡選手に期待してます。この間3イニングだけ投げてて変だなと思ったのよ。このタイミングで3や中継ぎってこと？なんで野手入れ替えないの？バカなの？山野がこのタイミングで上がるんか。そんで野手の入れ替えは堅くなにやらないんですね。森もファーム行きですか。ソフバンじゃない試合も投げさせてみて判断でよかった気がする。ご視聴ありがとうございました。